皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリーミー代表婚活アドバイザーの植草美幸です。日曜日のこの時間は植草美幸の恋愛結婚相談の時間がやってまいりました。この番組は全国のリスナーの皆さんからいただいた恋愛婚活結婚にまつわるさまざまなお悩みを解決していく番組です。そしてアシスタントはおなじみの木月理恵さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。はい、今日も羽田空港の、スタジオからお送りしております。いつも、皆様方からご相談など頂戴しているんですが、今日はちょっとガラッと趣向を変えて、マリーミーの卒業生の方々、そうなんですね、結婚になられためでたく成婚になられた方々からのアンケートをご紹介させていただこうと思います。ちなみにマリーミーの方では3日に1組、そうです、3日に1組、成婚に導いてらっしゃるということで、その中の1組、今日はご紹介させていただきます。男性の方は56歳、ご職業は歯科医師の方、植草美幸コースで活動期間は5ヶ月の男性でした。そして女性の方は同じくマリーミーの会員で植草美幸さんのコース、そして49歳の声優をされてらっしゃる方ということで、今日は男性のアンケートをご紹介させていただきます。この方56歳の歯科医師の方は、女性の方とお会いして3回目のデートで結婚がお決まりになられたそうです。で、結婚の決め手はどんなことでしたかというふうにお伺いしましたら、年齢が近いので話が合う、そして趣味、思考が似ているということでした。植草さん、この男性の方、歯科医師の方ってどんな趣味とかお持ちでいらっしゃるか。この方ね、まずね、体がすっごいスリムで、そのご年齢の割にとにかく体鍛えてるんですよ。でスリムでおしゃれ、見た目がダンディーでおしゃれで、再婚っていうこともあって、結婚にあまり夢を持ってないですね、現実的な、現実的、でその最初に相談に見えた時も、もう自分はこの年齢ですし、子供を欲しがらない人にしてください、欲しがらない人を紹介してくださいと。で、IBJ のシステムってありますよね、でそこにもう使わないと、でそれを使わなくって、私の紹介をする、自分にぴったりだと思う女性だけをご紹介してくださいということでスタートした。植草さんからご覧になったこの男性の方のこう第一印象、どんな感じでいらっしゃるんですか。とにかくね、頭がいい、やっぱ歯科医師でいらっしゃいますもんね。で頭がよくって、でお母様をすごく大事にしていらして、別にもちろん住んでるんだけれども、もうお母様も高齢です。でお父様も開業士さんでいらしたんだけども亡くなられていて、でご自身は別々に住んでいらして、電車で小1時間ぐらいのところにお母様を一人で住んでるみたいなんだけど、月に2回日曜日で、この方日曜日しかお休みないんですよ、で日曜日しかお休みないんですけど、そのうちの2回の隔週の2回は必ず電車に乗ってお母様の様子を見に行く。お優しいですね。で様子を見に行って、夜ご飯は一緒に食べてあげるっていうことをできる限りやってらして、非常にその温かい、心の温かい人 で体もすごくこうスリムでしょ、でおしゃれで、で髪も綺麗にちゃんとセットしてる。あ、じゃあ結構若々しく。そう若々しい。ちなみに年収っておいくらぐらいですか。年収は結構良かったですよ。言えないけど。2000万近い。あ、そう。いいですね。2000万近かったかなと思ってます。でこの方ね、ご結婚が決まるまでの経緯やお気持ちを聞かせくださいというアンケートには、昨年末にご紹介いただきお見合いをさせていただきました、人柄もよく、職業的には自営業なので、甘えたところがない方で好感が持てました、年齢が近く、趣味思考も合うこともあり、何回かデートを重ね、この方と一緒に暮らしたら楽しく残りの人生を送れそうだなというふうに思いましたということで、植草さん、この男性の方ね、56歳ということなんですが、大体このぐらいの年齢の方ね、そのおそらく先ほどもおっしゃったように、その子供を作りたいというご結婚ではなくって、残りの人生をこう楽しみたいっていうふうに考えられる方多いと思うんですが、大体そのぐらいの年齢層ってね、
どのくらいいらっしゃるんですか。お相手の女性ね、この方の場合だと、私がご紹介差し上げたのは40歳ぐらいから、40歳ぐらいから41、42、45とかね、うんうんうん、40からですね。で正直言って、ご成婚した女性がダントツ年齢だったんです。あ、そうなんですね、もっとこう40、41、2の方たちも会いたがってましたから、うん、女性はね、はい、で実際これね、私まだ覚えてるんだけど、彼女が、相手の女性がすっごい明るいんですよ、うん、なるほど、声優してらして、うん、で、すっごく明るくって可愛いのね、性格が、うん、でお話ししていてもとっても感じがいいし、で彼はやっぱりこう患者さんとかも見てるわけじゃないですか、はい、で患者さんも見てて人のことをたくさん見ている仕事だから、やっぱりこう人当たりがいい人っていうのを見抜く力がやっぱり大きいですよね、うん、でそうなると人柄大きいなっていうふうに思っていて、で子供も欲しがらないしってことになると41ちょっとだとまだ欲しいって人も多いんですね。そうですね、うん、はい、だから最初40、41ってご紹介していったんだけど、そこで少しね、いや私まだ子供欲しいですっていう会員さんもいたりして、うん、はい、でそうするとちょっとここ合わないなと思って43以降にしたんです、うん、今度。なるほど。でそれで実はその彼女を紹介するときに私お電話をしたんですよ、この会員さんに、男性会員に、男性に、はい、年の暮れだったと思うんだけど、もしもしって、もうお休み入りますよね、忙しいですよねって聞いて、うん、でね、ご紹介したいとっても感じのいい子がいるんだけどって言ったら、まあ地方に行ってらっしゃるんですよ、もう旅行で、あ、男性年末ね、はいはいはい、でバタバタしてて、うん、よく聞こえなかったのか何なのか、うん、年齢言ったかどうかすら私も覚えてなくて、はい、でこんなお仕事されてて、あんなお仕事されてて、こんな方なんですけど、はいはいはい、先生がおっしゃるなら会いますよ、はいどうぞっていう返事だったんで、うん、はい、で成立したんです、うん、で実は女性の方は声優さんなんだけど、はい、体型がちょっとぽっちゃりさだったんです、小柄な、そう小柄でね、で彼男性の方がスリムでしょ、うん、もうすごいスタイルでしょ、うん、スリムなんで、本人がスリムな女性っていうのがもうその私にもらったミッションなんですね。あ、その、うん、ご希望としては、趣味、もう体型はどんな方がいいですかっていうのは必ず皆さんにお聞きするんだけど、とにかくスリムな人がいいっていうのはもう前々から最初の段階で言われてたので、うん、でも性格もいいと思う、条件もいいと思う、うん、華やかな女性だし、うん、いいと思う、明るいし、うん、でお酒も飲めるし、はい、一緒に飲めるし、うん、でも体型がだったんで、うん、実は彼女に年末から、お見合いを1ヶ月待ってもらったんです。で、はい、成立してラッキー、まず一つ山越えて、うん、49と言ったか言わないかも覚えてないけど、うん、ラッキー、会ってくれるって言ったって思ってすぐ彼女に言って、痩せてって1ヶ月、お見合い1ヶ月後にするから痩せて、はい、6キロから9キロ痩せてって言って1ヶ月で、うん、でダイエット入ったんですよ。あっぱれだったんですよ、彼女痩せたの6キロ、ほぼ断食に近い感じ、ね、年の暮れでしょ、かかってますもんね、で田舎にそのご実家に年末年始帰るかなんかなんだけど、じゃあおせち料理はもう現金食べない、もうお水だけ飲んでちょうだいみたいな、ところてんでもいいわよみたいな感じで、うん、あっぱれ結婚ですよ、彼女が獲得したの、ちゃんと。うん、そう、なるほど、そう、だってもうこの男性には何人かご紹介していて、ぽっちゃりだからって言って断れてるんですよ、何人も。あ、そうなんですか。 その前にそういうこともあったんですか。そうで、あれ、この体重でこの身長でもダメなんだっていう風にこう私もさじ加減が分かってきて、うん、これは厳しい、これはスリムな女の子探さなきゃいけないなっていう風に思ってたんですよ、うん、でもその体型はちょっと彼の好みではないけど、うん、あとはもうぴったりと思ってたんで、で、男性はお料理自分で作れちゃうんですね、うん、あ、この方が、男性の方が、そうそうそう、はい、で高校の時から自分で自炊してる、高校の時から上京して一人で住んでいて、自分の食べるものは自分で作ってるという、うん、昔はコンビニの中ですからね、でそれで自分で作って、冷蔵庫の中に
3つか4つのお料理をこうもうなんていうのストックしてるんですよ。作り置きおかずみたいなでいうぐらいの人で、お家で炭水化物はもう10年以上食べてる。あ、もうストイックなんですね、うん、外でも家でも。でだからお酒を飲みながら、そのお酒もカロリーのある高いものは飲まない。でそのご自分が作ったお料理を食べる。あとはもう、外でまあ、お食事をすることもあるでしょうけれども、うん、であと通勤も自転車ですから病院まで、ご自分のお宅からご自分のクリニックまで自転車で、それはもう、体を鍛えるためですね、うん、足腰を。そういう方ですからね、女性の方も、うん、よりこうスリムな方。やっぱこのお話伺ってて、やっぱご自分がやっぱり自営なのでとか、うん、やっぱ思考とか趣味とか合う方っていうことをすごくね、やっぱり、うん、主に置いてらしたんですね、はいはい、であとマリーミーのどこが良かったですかという質問をさせていただきましたら、はいはい、私は自営なのでプライベートで他の職業の方と接する機会がほとんどなく、活動を始めて漠然とお相手への希望はありましたが、先生にいろんな方をご紹介していただき、うん、自分に合っている方はどのような方なのかが自分の中ではっきりと見えてきました、うんうん、先生のマッチング能力の高さ、またいろいろな方に合わせていただいて本当に感謝していますというね。ね、まあマッチングだそうですよね、そのマッチング合うけど、あとは最後は体型よっていう風にその女性の方に思われて、もう痩せてもらえばバッチリと思われたわけですもんね。そう痩せてさえくれれば、もうこれもマッチングとして最高のご縁だなと思いましたからね。でこの方活動期間ね、男性の方は5ヶ月間、うんはい、で、まあ、女性の方はまた来週ご紹介させていただくんですが、はい、活動期間女性の方は4ヶ月ということで、結構スピードですよね。この二方は風とともに去った、うん、あっという間、うん、だって男性56歳、うん、女性49歳でね、はい、比較的今までラジオで上がってらっしゃるご年齢から女性の方は比較的やっぱりちょっと若くは決してなくっていうところなんですが、女性の方は初婚なわけですよ、はい、で男性が再婚となると結婚後のイメージっていうのをできるので、割とすんなり女性の選ぶのは上手にできるんですね、うん、でも、この年齢になった女性が自分にとってのふさわしい結婚相手ってことになると結構難しいんですよ、うん、だから、はい、彼女の方には私は割と寄り添って、夜電話でお電話でいろいろお話はしましたよ。こういう男性だったらこういう結婚生活、うん、で全然違う、まあ、こちらの男性だったらこんな結婚生活で、老後はこうですっての何人か全部説明しました。なるほどなるほど、はい、そうしないとわからないんですよ自分が。自分がその一度も結婚してないので、結婚ってなんだろう、結婚生活ってなんだろうっていうところもわからないので、女性の方には割と説明をした、うんうん、で男性の方にはどちらかというと彼の好みをいち早くその把握するっていうところに私は努力をしました。やっぱこの方もねおっしゃってるように、自分の好みとやっぱりこういう方、うん、そのマッチングが合うかっていうのとかもやっぱりわからない部分があって、でその中でやっぱり植草さんがいろんなことをヒアリングしていく中で、うん、あってこの人っていう風になったっていうことなんですよね、うん、結局お見合いを何人かしますよね、はい、例えば A 子さんっていう方とお見合いをして、で、例えば女性の方がノーだったで男性が丸だったとすると、女性に理由を聞きますよね。どういうところが、はい、ノーにしてしまった理由なのって言うと、例えば上司みたいだったとか。なるほど、うん、それはそうですよ、開業医ですから。普段院長先生院長先生って言われてるわけですよね、女子の方とか衛生士さんとか受付の女性とかに先生先生って言われている人だから。で年の差もこの方の場合は7歳ありますよね、うん、そうするとやっぱりこう上司のような年齢差ですからね、いうふうに感じてしまうのこれしょうがないけれども、そういうふうに女性が初婚の場合思ってしまう。だからそれも伝えました、うん、上司みたいっていうふうに思う方もいますよとか、そういうポイントは少しでよかったですね彼の場合は。なるほど、少しだけ。あとね、まあ、そのこのラジオを聞いてらっしゃる方でね、うん、まあ、皆さん全てご存知じゃないと思うんですけど、このマリミーっていう結婚相談所には3つ
プランがあるんですよね。で、あの、うん、この今回その入られた方っていうのは、はい、その植草美幸コース、はい、まあ、はい、コースのお名前なんですけど、はい、こちらのね、その植草美幸コースっていうのは、はいはい、その他のコースに比べてどんな違いがあるんですか。まあ、普通のコースは、まあ、ほら簡単ですよ、はい、この植草美幸がお世話をする、お世話をする、その名の通り、はい、その名の通り、私のファンはみんなここですよ。で、ちなみにね、まあまあ、ファンの方は入りたいとしても、はいはい、まあ、どこまでしてくれるのかなとか、はい、あのね、ご本人に任せますよ。要は、うん、はい、コミュニケーションすっごいしっかりとってお世話してほしいって言ったらもうガツッガツ私行くし、うん、割と遠巻きで眺めてくださいって言われればそうするし、はい、その方の好みに合わせる、その方の婚活のスタイルというか、うん、そうそう、ただわがままは聞かない。はい、好みって言ったって、私のことをずっと見ててくださいって幼稚の子もいるわけですよ。あ、先生に、ね、30代ぐらいになっても40代になっても一人っ子ちゃんなんか特に多いんだけど、うん、とにかくだだっこちゃんで、うん、見てて見ててっていうような子もいなくはないの、はい、でそれをずっと婚活でお世話をしていると結婚後うまくいかないんですよ、うん、だからそれはね、もう指導の域ですね、アドバイスの域で、今婚活している時に自分探しで自分を見つめて、自分はどんな人間なのか、今まで誰も教えてくれなかった、誰も気にも留めてくれなかったことだけれども、結婚後それが相手の旦那さんにね、あからさまに見えちゃうでしょ、はい、そしたら先生一体絶対どんな女の子を紹介してくれたのって恨まれたのもある ね、 そうですね、私はね、うんうん、だからあなたの、いけないところ、足らないところはこんなところなんだよねっていうのは教えます、丁寧に、うん、で、そのわがままと、それから、なんていうのかな、婚活をするにあたって必要なもののチョイスっていうのは別なんですよ、うん、わがままはあくまでもずっと見てくれないからどうのこうのとか、このレベルね、そうじゃなくて、こういう場合どうしたらいいですかっていう質問はどんどん投げてもらっても構わない。うん、なるほど、うん、まあね、詳しくはマリーミーのホームページに、はい、まあ、料金体制とかも書いてあるんですけども、はい、基本、まあ、植草さんが、うん、まあ、寄り添って、うん、寄り添う、そして植草さんが持っていらっしゃるその秘密の会員さんも紹介してもらえたり、あとね、よく言うのが、うん、特に男性会員が言うのが、うん、例えばこの間こういうことだったの、女性が待ってました、入り口のソファーでね、はい、で私の部屋っていうのは一番奥の部屋なんですけど、うん、はい、そこで私のカウンセリングをしてるんですよ、はい、男性、はい、で待ってた女の子がいて入ってきた男性じゃないですか、うん、はい、でカウンセリングが始まって1分ぐらい先に、うん、ねえねえねえ、そういえば入り口の可愛い子いなかったって言ってるわけですよ私は、あ、いました、いました、すっごい可愛い女の子いたって、うん、であの子ね、そうそうそう、年もちょうどいいしお見合いするって、その子のスピード、それはこうわざと待ってるんですか、うん、もう頭の中にあったから、うん、メモしてあるわけですよ、うん、ね、その男性が来たら、はい、あ、さっきのあの子ぴったりだな、その前にカウンセリングしてるじゃないですか、うん、で座って待っててもらったりしてるんで、うん、あ、次に来る子だ、次に来る子だ、ね、なるほど、はい、でそういうところでもう病院の待合室みたいな感じですよ、はい、ね、こっちで、はい、待ってる、こっちで待ってる、はい、でなんとかさんって呼ばれてくる、うん、はい、でそこで鉢合わせになる、うん、鉢合わせになってもいいようにちゃんと時間の調整してます。じゃあそのやっぱりそのカウンセラーの方とね、うん、お会いする時もやっぱりそこでもお見合いが始まってるから、その今家から出てきましたみたいなのは良くないってことですよね。だからね、いつでもマリーミーに来る会員はいつお見合いができてもいいようなスタンスでファッションできますよ、こういうことになっちゃうから。で結局その男性はお見合いファッションしてなかったの、うん、で女の子はしてたので、男性の方には会社でうちに置いてある服をスーツ置いたんですよ、プラダのスーツ、はい、それを着させたら野球やってるもんだからももが太くって入んない、うん、ね、でパツンパツンで先生止まんないですって言われちゃってそっか、止まんないね、止まんない、まあいいや、止まんないじゃダメだって、開いたまんまじゃちょっとダメだよねって笑い話、あ、じゃあしょうがないからもうその服で行っていいよって、髪はダメだ、それじゃダメだって言って、あ、そのままそのまあ後日髪もうその場でお見合いを女性の方待っててもらって、へ、外のカフェで待っててって待たしといて、うん、男性はジェルを買い
買いに行ってコンビニ で髪をセットしてあげて最高でって背中ドーンと押してきだしましたよ。いつでもねすぐ婚活が始まるかもしれないということで、来週は女性のね、はい、方のね、はい、アンケートをお知らせします。まずはマリニーの、ね、はい、ホームページチェックしてみてください。はい、そろそろ時間ですね。はい、はい、楽しい時間もね、あっという間で、あっという間でした。お相手は植草美幸でした。また来週この時間を楽しみに。ごきげんよう。さよなら。